こちら東海テレビ前です。時間は午後3時過ぎです。急に雨足が強まり、強い雨と風が吹いています。史上最強クラスで上陸し、日本列島を縦断した台風14号。東海地方では強風による被害が相次ぎました。名古屋市中区にあります愛知県警本部北側の歩道に、この台風の影響か木が倒れています。こちら名古屋市中区にあります公園です。大きな木が倒れ、その撤去作業を行っている模様です。名古屋市中区では高さ10メートルほどもある街路樹が相次いで倒れました。台風14号は昨夜遅くから未明にかけ東海地方に最接近し、名古屋駅前では、こちら名古屋駅前の飲食店の看板が落ちそうだと通報があり、警察と消防が駆けつけました。ビルの看板が外れかけているのが見つかり、警察や消防が出動する騒ぎに。さらに、こちら名古屋駅近くの信号交差点です。台風の影響でしょうか、信号が消灯し、現在業者による復旧作業が進められています。強風の影響で信号機が停電していました。強風による被害は各地で相次ぎ、東海3県では風にあおられて転倒するなど、合わせて11人がけがをしました。台風の通過から一夜明け、岐阜市では強風の影響でしょうか、繊維問屋街にある古いビルの外壁が剥がれ落ちて道に落ちています。 JR 岐阜駅近くでビルの外壁が落下、止まっていた軽自動車に直撃しました。びっくりやな、これあんなやつが、大きいやつが落ちてくるとさ、まあ、ゾッとするわね。しかしね、人に当たった時に一番怖いと思うんですよね。まあ、今回まだ車と向こうもね、ちょっと直接じゃなかったもんで当たったのが、当たってやっぱ当たっちゃうと死んじゃうんで、それが一番怖いですね。名古屋栄では強風で街路樹の枝が当たったのでしょうか、ガラスが割れ、照明がむき出しになっていることがわかります。目撃者によると、風にあおられた街路樹が折れ、照明に直撃したといいます。岐阜県の郡上八幡城でも、郡上八幡城の駐車場のすぐ近くにあるこの松の木、台風の影響でしょうか、このように折れてしまっています。これは今朝でございます。朝8時ちょっと前ぐらいに来た時はすでに折れてましたね。折れて、まあ10メーター以上はあると思います。こんな大きな松がもう折れるんだと思ってびっくりしましたけども、やっぱ風強かったんで、はい、ちょっと心配ではありましたけども、はい、そして今回の台風が大きな影響を及ぼしたのが、午前8時過ぎです。普段ですと通勤通学で多くの人が行き交う時間帯ですが、電光掲示板見ますと在来線各線運転見合わせとなっています。 JR 在来線は全線で始発から運転見合わせに。順次運転を再開している JR 在来線ですが、窓口にはご覧のように遅延証明などを受け取る人が列を作っています。午前9時前から順次運転を再開しましたが、ダイヤの乱れが続きました。いや、ちょっと今日就職面接なんですよ。ちょっとめっちゃ焦ってます。10時に大高の地下鉄行こうかな。動いたのが9時20分で、20分ぐらい遅延したのも40分ぐらい乗りました。とりあえず間に合わなかったんですけど、早めに動いてよかったなって。これから夜勤終わりなので、これから今家に帰るところなんです。やっと動き出したなという感じで、もうすぐにでも家に帰りたいという気持ちですね。はい、一方、影響は子どもたちの行事にも。飛騨市の古川中学校、今日から2泊3日の日程で大阪と広島に修学旅行に向かう予定でした。今朝にかけて飛騨地方には暴風や大雨警報が出され、行き先のユニバーサル・スタジオ・ジャパンも台風の影響で閉園となり、開催が危ぶまれていましたが、
岐阜県飛騨市の古川中学校です。予定を大幅に変更して修学旅行へと向かいます。午前6時半の予定だった出発時間を4時間遅らせ、なんとか修学旅行に迎えることに。楽しみにしていたユニバーサル・スタジオ・ジャパンは今日の閉園に伴い一旦は中止になりましたが、急遽3日目のスケジュールに組み込まれました。まあ、昨日の夜くらいに USJ が行けるとか聞いてすごい嬉しかったし、先生たちにそういう予定を頑張って組んでくださった、そういう感謝もすごいあります。最初行けないのかなって思ってたんですけど、先生とかが何としてでも行くみたいなこと言ってたんで、すごい嬉しかったのでよかったです。楽しみます。一方、台風が最接近している三重県熊野市です。横殴りの雨が体に打ちつけ痛いほどです。昨夜大雨や強風となった三重県南部、農作物への被害も心配されましたが、今朝美浜町の温州みかん農家を訪ねると、心配でしたね。それと風があまり強く吹くと木が折れたりとか倒れたりとか、思ったよりは悪くなかったですね、ひどいことは。大きな被害はなく、収穫時期を迎えた温州みかんはしっかりと木に残っていました。腐り出すとね、やっぱり消費者に一番迷惑かけますもんでね、これはもうすごくいいですね。